トビオの麦わらステーション。エピソードオブ POP。 このコーナーは POP15 年のログを余すところなく振り返っていってしまうメモリアルなコーナーです。はい、はい、15年の間にさまざまな商品が作られました。総数は実に285点以上ということで、ほぼほぼ300点近い、約300ですね。はい、それらの作品たちを振り返っていってしまうというコーナーです。このコーナーはですね、トピオの麦わらステーションのスピンオフ企画、麦わらステーション CB でお送りしていくコーナーとなっております。はい、はい、今回はですね、この方に登場していただきましょう。麦わらステーション CB のパーソナリティ、伊福部隆さんです。はい、どうも。伊福部さんは専門家ですからね。いやいやいや、とんでもないです。よろしくお願いします。詳しいですよ。そして番組の構成ライターさんでも非常に多彩です。まあ、タレントさんでもありますけども。とんでもないです。いろいろ教えていただこうというわけですよね。そうなんです。でも僕もいろいろね、詳しいことを知りたいなと思っているので、ちょっとみんなで勉強していこうかなと思うんですけども、そのためにですね、POP も今回もう15周年ということで、こんな VTR を用意しました。まずはそちらをご覧ください。どうぞ。振り返りですね。富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。積み重ねたラインナップ285体突破、累計販売総数400万体突破、まさに大海賊時代。ポートレートオブパイレーツワンピース祝シリーズ展開15周年。ここで POP の歴史を振り返ってみよう。2004年に産声を上げた POP ワンピースシリーズは、ルフィ、ゾロ、ナミを皮切りに麦わらの一味を続々商品化。2007年、パワーアップしたネオシリーズが登場。5周年を迎えた2009年には、ネオデラックスシリーズ、CB シリーズなど、さまざまなコンセプトでシリーズの幅を広げ、ここから POP の躍進が始まる。劇場版の衣装で立体化するストロングエディション、エディション Z シリーズ、2年後の世界に突入するセーリングアゲインシリーズを立て続けに展開。作品の盛り上がりとともに POP ワンピースシリーズも大いに盛り上がりを見せていく。2014年、シリーズは10周年の節目を迎える。10周年を記念したこの年、エースをはじめ10周年メモリアルフィギュアを発売。ここから POP はこれまで以上にオリジナルラインへと舵を切り、バージョン BB シリーズ、SOC シリーズの立ち上げ、マキシマムシリーズの再始動など、今日の POP につながる土台が固まる。そして迎えた2019年、POP は15周年のメモリアルイヤーに突入。ここで POP シリーズを改めて紹介しよう。最高峰はさらなる高みへ、 POP マキシマムシリーズ。15周年を記念するメモリアルアイテム、ネオマキシマムポートガス D エース登場。大胆なアプローチで見せるバスイングビューティー、 POP バージョン BB シリーズ。この他にもさまざまなキャラクターを些細なコンセプトで送り出し、ファンを魅了する POP。ここまで来たぜ。
シリーズ20周年へ TOP の冒険は終わらない。想像を超えた想像へ、 TOP の後悔を刮目せよ。次に会うときはフィンヤーの高みだ。すごい、僕にそっくりなやつが喋ってる。いや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 。というわけでですね、こちら、なんとこの POP の歴史をまとめた VTR だったんですけども、この、古川さんのナレーションが入ったバージョンは、はい、今回今が初公開と。あ、そうですよね、なっております。ここ、ね、今日ねずっと朝からあの流れてはいたんですけども、あのナレーションは入ってなかったということで。そうなんですね。いや、しかしもうなんかちょっと感動的でしたね。いや、この15年の歴史がね、よく分かりました。そうですよね、はい、さあですね、まあ、この15年の歴史、はい、まだまだちょっといろいろ掘り下げていきたいなと思いましてですね、はい、実はここでこんな方が、今日袖にスタンバイしていらっしゃるということで、はい、ゲストがもう一方いらっしゃる。そうなんです、はい、POP の開発担当者でありますメガハウスの金子博樹さんです。あ、ちょっと大物が本物がいらっしゃいますね。金子さん、はい。なんか変な声ですよ。なんか女性みたいな声が出ましたけど、あれ金子さん、皆さんこんにちは。いや、芸能界女子高生細工しないのね、細工ね。いや、なんで出てきてくださいよ。ですね、はい、事務所イメージ何ですか、これ。どういうことですか、この声の細工は。何ですか。恥ずかしがり屋なので。な、ベガパンクに改造されちゃったのかな。ネットで炎上しても困るし。いやいやいや、なんで炎上、姿見せながら炎上するってどういうことですか。ぼーっと生きてんじゃねえみたいな声になってる。変な声になってるよね。あ、そうはご想像にお任せします。じゃあ皆さんは素敵なね、女子高生をちょっと想像していただいて、はい、はい、その15周年担当されてる方が女子高生ってどういう状態なの。2歳から考えられないです ね、 ね、年代的に合いませんね、計算が。ね、ということなんですけど、まあ、あのね、今日はね、その、女子高生の金子さんにですね、はい、POP の第1弾、はい、そちらをこちらに持ってきていただいたんですけども、はい、3体ですね、ルフィとゾロとナミということなんですけど、うん、ちょっとね、箱に入ってるんですけど、どうです、ちょっと手に取って古川さん見られます？これがね、最初の POP ということ で、 それがナミですね。はい、こちらがルフィで、こちらがゾロですね。真ん中がルフィですね。ああ、割とあの素朴な感じですよね。そうですよね、やっぱりね。そうなんですよ、うん、箱の裏の住所が、はい、はい、前の住所です。あ、会社がね。あ、本当だ。あ、本当だ。あ、全然違う。ここにメガハウスはもうないです。いや、そうなんでしょうね。歴史を感じますね。これでもあれですね、このフィギュアの顔も当時の小田先生のまあ、ゾロだったりルフィだったりっていう。そうですね、あどけない感じだし、これもそうですよ ね、 ね、な感じのイメージです、ね、この波はなんかちょっと幼い感じですよね。そうですね、2年前のですけど、それ以上にやっぱりちょっと表情も幼い感じのイメージ。それと彩色も割と単一の平面な感じですね。そうですね、あまり複雑じゃないですね、うん、な感じなんですけども、はい。いや、これここからまあスタートしたということなんですけど、はい、これ発売当初のターゲットユーザーとか、うんうん、その辺ってどういうふうに設定されてたのかなと思うんですけど、金子さんいかがですか。はい、当時ですね、ワンピースは、すごくいっぱいお子さんから、ハイターゲットまで人気あったんですけど、うん、どうしても子供さん向けの商品が多かったので、うん、そういうのをですね、逆にハイターゲットに向けて思いっきり作り込んだフィギュアをやろうと思って始めたのが POP だった。ちょっと大人向けにしようと。なるほど、そういうことです。そうか、今ちょっとあんまり想像、このね、今もうワンピースといえばいろんな商品出る中、はい、あんま想像つかないんですけど、うん、当時
ずはやっぱり子供向け商品、おもちゃっぽいものが多かったってことなんですか。バンダイさんも多分あの小学生に売りたかったんだと思いますいやそんなこと言うねなるほどね、はい、あそうか、大人向けの商品をちょっとメガハウスから出してみようというのがコンセプトだったっていうことなんですね。今これ見たばっかりだからかもしれないけど、ずいぶんこう違いますね。違いますよね。の感ありますね。やっぱこう15年の歴史ってやっぱりすごいなと思うんですけど、ちなみにこの、ナミ、ルフィ、ゾロというこの3体のラインナップはどうしてこの3体になったんですか。当時は今よりだいぶ真面目だったので王道的にやろうと思ったんだと思います。だったらもうちょっとあの誰が真面目だけちゃうかなって気もしますので、あの当時の私は真面目でよかったなと。まだ1歳でしたよね、15年前。そうですね、確かによく、ま、そりゃ真面目でしょう、よく1歳でよし、ナミとルフィとゾロを作ろうって思ったわけですもんね。神道と呼ばれてましたんでよくね、初めて喋った言葉なのかな。どこまで信用していいのか分からなくなってきましたラブーと。そっか、今金子さんは割とちょっとひねりを聞かせたラインナップ作りたいと思うけど、当時はそうでもなかったってことなんですかね。そうですね、よく言えばひねりが効いてるんですけど、あの悪く言うと滑る感じもあって、あのちょっといろいろあのネットでは賛否両論な感じなところがあるんですけど女子高生応援してくださいああぜひ応援してください。この頃金子さんがナイーブだったのは分かります ね、 そうそうですね。今どうなんでしょうか。どうなんですかね。ひどいものです。ひねりを聞かせてですねひどいものですって本人は言ってますひどいものです、ね、ちなみに役者に困ります。こう開発方法とか、まあ、なんかこう技術的に今と違うこととかって当時ありました。その辺聞きたいな。聞いてみたいです。そうですね、ちょっとグループ的に NG 入るかもしれないんで、P 入れていただきたいんですけど。 P は入りませんよ公開ですから自分で入れてください。タカ P の、JP とか全然わからない。何リカチャ P 人形とかですね作ってる工場さんが、タカのリカちゃんとか作ってる工場言っちゃったよ言っちゃったよ最初作ったので、一応当時ソフビだったんですね。ボディとかは、はい、中空になってて、はい、今はまだ全然違う工場さんなんで、そこはもう全部ルフと言いますか、塊と言いますか、なってるのが違うかな。これソフビなんですか。第1弾ルビーとゾロの、体はソフビで、はい、ナミだけ全部ムクなんですね、当時から。じゃあ今と作り方が全然違うというわけですね。なんでナミだけソフビじゃないんですか。ソフビにする場所がどう分割してもなかったっていうオチで、工場さんの方からこれソフビにしても意味ないし難しいから全部ムクでやろうって言われて。こういうくびれた形だとソフビが難しいってことですね。もっと太ってる方がいいみたいで、ムク、はい、聞いてみたいですね。ムク、ね、って何でしょう。なんかムク、ムクというのは中が詰まってるっていう意味ですね。詰まってる、はい、あ、なるほど。あ、空洞がないっていう意味ですか。そうです、そうです。なるほど、はい、じゃあゾロとルフィはこの時は中が空洞で、中身が空っぽで、空っぽじゃない、ごめんなさい、中身がちょっとちょっと、そういう意味じゃないです。中身が空っぽって本人に伝えますね。いやいや大好きです。逆に言うとね、ナビはもうすごい中が詰まってると。そうですね、愛も詰まってます。あ、なるほど、愛がうまいね。じゃあ重量も違う、重量も違うわ。重量も実はそれで言うとナビが一番重いです。失礼なことをしてしまってすいません。で、それでその3体作ってみたら、じゃあナミのこの製法の方がいいんじゃないかってなったってことですか。そういうことです。どんどんそっちの方向になっていった。そうですね、なるほど。ちなみにここに今ネオマキシマムのエースありますけど、はい、これなんてもうだって技術が全然違うわけですよね。全く違いますね。なんか当時と比べてここはもう最新技術で作ってよみたいなところってあるんですか。最新技術というか、多分今日も工場の方が見に来てて苦笑いをして帰ったとこなので、はい、人海戦術でなんとかするんだと思います。ああ、なるほど。技術もさることながら、はい、もう力の入れようがすごかったと。じゃあ、作戦として小出しに情報を、ね、解禁していったのではなくて、実際お世話せになっていたりなんかしたと、こういうことですかね。そのくらい人手がかかる。そうですね、はい、なるほど。すごいですね、やっぱりこう一重にこう同じフィギュアですけど15年経つと全然こう
いろんなことが変わってくるんですね。これね、皆さんね、海外でフィギュアこれ同じクオリティのものを買ったらこれ10万円ぐらいします。いや、しますよね。本当に真面目な話。やっぱりこうメガハウスさん、やっぱりね、こう価格帯も結構こうユーザーに優しいというか、良心的というか。でもカイドウでひどい目に遭わせる予定なので。そうなんですよね。お昼信用しないでください。そうなんですよ。お昼の部でね、信用してください。カイドウがね、発表になったんですけど、45センチでしたっけ。はい、45センチ。すごいですね。今ね、白ひげと一緒に並べてほしい。それの値段のことはちょっとあんまり気に考えないでください。まだ考えたくないです。考えたくない。ちなみに今までいろんな POP15 周年であったと思うんですけど、特に金子さん的に思い出深い作品とかあります？エピソード的にはカルーなんですけど、カルー、このエピソードちょっともうこすりすぎてしまって、多分知ってる人はいるかと思うんですけど、はい、知ってます？この話。皆さん聞きたいですか？あ、聞きたいって言ってくださってますよ。だってね、高橋さんカルー欲しいって言ってましたもんね。私カルー欲しい、くださいカルー、マニアックな方いらっしゃいますね、やっぱりね。カルーなんですけど、はい、あのエピソードとして、当時アマギアの数が振るわずなんですけど、はい、あの大きく作って頭がですね、先ほどお伝えした無垢で体をソフビにしたんですね、はい、そうするとあの足が細いもので、そこを中心に頭が垂れてきましてしょうがないので中に、石膏を詰めまして、軽いなのに重たすぎて重うって言われたっていう、あの今となっては笑えるんですが、当時は本当に笑えないエピソードがありまして、であのもう一個あるんですけど、あのカルーが、はい、あの結局あの生産が間に合わずに、あのカルーって空飛べないんですけど、うん、ビビを守るために飛ぶっていう人があるんですけど、なるほどね、それが納期を守るために飛行機便で空を飛んでしまって、さらにひどい目に遭うっていうですね、なんとも言えない人があるので、工場関係の人は今涙ちょちょ切れてると思います。なるほどね、いろんなエピソードあるんですね。開発者ならではのね、お話が聞けますね。本当ですね。ちょっと古川さんとか何かこう開発者に聞いてみたいこととか。あのね、一番気になるのはね、例えば原作者とかね、はい、先生にこういうものをお見せして、例えば NG が出たりとかそういうことはないんでしょうかね。ああ、どうなんでしょう。気にされるでしょう、きっと。うん、小田先生とは、ジャンプフェスタで、毎年1回お会いできるんですけど、その場でお会いすると、ね、あのお子さんとかいると、あ、変な人が来た、隠れろって言って隠れされたりして、あの危険人物扱いされてる。いや、なんでです。あ、なるほど。女子高生なのに。あの、あ、そうですね、あの女子高生だからですかね。だから教育上悪い人が現れたって感じの扱いを受けてて、とても優しい扱いを受けております。いや、あの質問に答えてないですよね。そうですね、 NG が出るかどうかですよね。あの水着シリーズで、あの男性版を作りたくてゾロをふんどしで作りたいって言ったらダメだって言いました。あ、それはそうです。やはりね、ふざけるなと言われました。ボーダーラインあるんですね。これ以上はダメとか。その割には BB はすごいですよね。いや、そうですよね。いいんでしょうかね。クレームつかないよね。女性はいい、女性はいい。でもね、ルフィを女装させたりとか、ルフィとかローを女装させたりとかしてますよね。女体化したりとか。真面目なお話をすると、はい、やっぱり少年ジャンプなんで、読んでた方が連載20年以上経つと大人になるんで、はい、その大人になった人がフィギュアを買うっていう意味で言うと、あの水着の女性はいいんじゃないかっていう。なるほどね。昔は恥ずかしくてちょっと手が出なかったけど、今は大人で自分の部屋もあるし、そうですね、ちょっとセクシーなやつを置いても大丈夫なんじゃないかという。そうですね、中にはね、一部屋全部フィギュア部屋にしたやついるしね。いるんですか、そんな人。僕の友達にもいますよ。友達に。あれ友達の話、友達の話ですか。もう一部屋そうしたいんだけどね。なかなかね、狭いもんですから。15周年でそれですからね、20周年、30周年になると、もう本当に部屋埋まっちゃうでしょうね、きっとね。そうですね、あと5年もすればですね、今計画中ですけどもね。何の話してるね。
違う話。いやちょっと語り尽くせないんですけども、はい、ちょっとねこういったお話は今後もこの、はい、麦わらステーション CB の方で、はい、どんどんねいろんなエピソードを、語っていきたいなと思いますので、はい、ぜひそちらの方も、ご覧いただけたらなと思っております。麦わらステーションとそれから麦わらステーション CB の方、これは先ほども言いましたが紙の裏表です。表裏一体ですから両方の番組を見ないとダメですよ。ありがとうございます。両方見ると本当に楽しみがね100倍ぐらいになりますからね。よろしくお願いします。なんか家のコーナーの予選会とかもやってますから、敗者復活戦とかもやってますから、はい、結構ね CB の方にいいの集まる傾向あるんですよ、ね、いや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 、こっちへ回してください少し、ね、ぜひぜひ、ええ、はい、私の飛行はここよみたいなお気に入りです。お気に入りです、ね、言いたいですね、はい、一番のお気に入りはあのカレーライスをね白衣のあれ面白かった、あ、白い、こういう白いズボンとか履いてる時に限ってねナポリタンとかこぼすんですよ、パッてね。そうなんですよね。それ面白かった。あれはサンジもねちょっとそこを気をつけてもらいたいですね。はい、はい、ということで今後もこのコーナーでは POP15 年のロゴを振り返っていきます、はい、以上エピソードオブ POP でした。金子さん、伊福部さん、ありがとうございました。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 麦わらストア公開日誌、はい、じゃあ見ていきましょう。いつもはね細かいものを紹介しますけども、はい、今日はちょっと大きめにね皆さん会場広いんじゃないですか。ここでは公開日誌という形で麦わらストアの最新商品情報などを紹介していきます、はい、まずはストロングコレクションタペストリーバスタオルの紹介です、はい、ストロングコレクションのキービジュアルを使用したタペストリーとバスタオルが登場。どっしりとした船長の風格漂うルフィと戦闘態勢のかっこいい一味を お部屋にドンと飾ってお楽しみください。そちらがタペストリーですね。でこちらがバスタオルです。ありがとうございます。かっこいい。どちらも同じ柄ですけれども、ちょっとね大きい、すごいかっこいいです。うん、はいはい。そして続いては形が変化するネックピローをご紹介します。ファスナーを開き内部のビーズを移動させることによってネックピロー、クッション、チョッパー、フェイス型クッションの3つの形に変化する商品です。はい、ネックピローで使用したときはそういう形になります。あの車なんかでこう、ね、寝たりするときね、助手席にいるときにいいですよね。飛行機とかよく使えますね。そして、はい、またクッションとして使用したいときなどにはその時々に合わせて変化させて使用できます。これをクッション、はい、やってみましょうか。こうやるの、違う、違いますよ古川さん。わざとやったんですよ話進む。まずここ開けますよ。開けてくれち、はい、開けます。そうすると中からこれが出てきます。なんだこれは、なんだこれは、なんか出てきたよ。これを逆さにします。はい、ビーズを移動させます。わあ、なんか違う形になってきた、はい、でこれをここにしまって、はい、ああわかった。チャックを閉めます。あ、なるほど。はい、これで枕ですよね、クッションになりました。じゃあおやすみなさい。どうですか。あー、寝ないで枕になっちゃいました、はい、なんか手品見てるみたいですよ。すごいマジックやってるみたい ですね。さらにこっちじゃなかった、まだまだあります。こっちをこう開けますよ、うん、そうすると中からまた出てきた、なんか、はい、はい、で逆さにします。出てくればそっちの方に移動させる、はい、はい、簡単ですね。はい、そしてこれを 中に入れる、中に入ってください。で、チャックを、あ、こんな形になるわけですね、はい、こうですか。チョッパー型、チョッパーフェイス型クッションになります。これはあのクッションだからこういうところにちょっとこうね、はい、流したりこんな角っこにこうしたりして、どうですか。つまり3ウェイになると、はい、3つの使い方ができる。これはお買い得ですね。かわいらしいし、これどこで買えるの。これはですね、麦わらストアでご購入いただきますよ。ですよね、麦わらストアで買えるわ、はい、はい、はい、麦わらストア、僕はしょっちゅう行きます。週に1回ぐらいは行きますよね、よく行かれて。そう、いろんなグッズを、浜松町にあるね、はい、某放送局へレギュラーで行ってるもんですから、はいはい、帰り寄っちゃうんですよ近いですもんね。で、東京タワーのそばに来るとどうしようかなと思うんだけど、今一応寄ってみようかなと。うん、そうするとお店の方がこれ取ってあります、ね、取ってある、新しいの出ましたよっていう、あいつ買わないで帰りやがってみたいな、思われていけないし、みんな買っちゃうんですよ
はい、はい、ぜひ皆さんも麦わらスタジオをお求めください。はい、ぜひご覧ください。すべての財宝がここにある。史上最大のワンピース公式グッズショップ、ワンピース麦わらストアは渋谷本店、大阪店、名古屋店、福岡店、そして東京ワンピースタワー店で営業中。各店舗の情報は麦わらストア公式ホームページでご確認ください。以上、麦わらストア公開日誌でした。今回はですね、2回にわたって公開イベントをさせていただきましたけれども、はい、お越しくださった皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、これね、また放送でもね、はい、やると思いますのでね、はい、はい、最後まで見ていただきましてありがとう。あ、これ違うセリフだったねありがとうございました。ありがとうございました。ということで、公開収録の模様をお送りしましたが、いかがでしたか？はい、はい、いやなんといっても、うん、POP でなんかイエーイのコーナーですよね。楽しかったですね。これ本当面白いですね、うんうん、あんなにいじっちゃっていいんでしょうかってちょっと心配になる時ありますねそうですね。すごいイケメンのね、すごいかっこいいフィギュアにね、うんうん、こうなんかギャグで突っ込んだりしますからね、うんうん、大丈夫なんでしょうかね、どんどんあの面白いセリフを寄せていただきたいと思います、はい、お願いします。番組ではお便りを募集しています、はい、POP でなんかイエーの回答、番組の感想、普通のお便りなどメラメラ送ってきてください、はい、メールアドレスは pop15th@meghobby.jp です。メールを採用した方には POP メモリアルフォトを差し上げます。で、素晴らしい写真ですからね、はい、これゲットしてくださいね、うん、ぜひお願いします。あ、今日現物はないんですね。そうですね、でも今まで何度もね、皆さんにお見せしても売りますものね、はい、ぜひゲットしていただきたいと思います。そして今日のトーク、はい、エピソードオブ POP、はい、圧巻でしたね。すごかったですね。僕もまとめのね、V をね、ちょっとこう、うん、ナレーション読ませていただいたりしたんですが、ナレーション読んでてちょっとジーンときましたね。15年の歴史がね、いろんなシリーズが次から次へとかなりアクティブに攻めの姿勢でどん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 リリースされてきたっていうのが分かりますよね、トークもとても楽しかったですね。僕らも勉強になりました。はい、さらにこの番組のスピンオフ企画、私高橋佳林と構成作家の伊福部隆さんでお送りしている麦わらステーション CB も好評配信中です。ぜひチェックしてください。はい、はい、この2本は一緒に抱き合わせで見なきゃダメですよ。あ、お願いします、ね。そうすると喜び楽しみね、うん、倍化しますからねぜひ見てくださいね。はい、はい、あの伊久部さんもなかなか絶好調で、ね、はい、ワンピース愛が溢れている方なので、はい、いやワンピース愛が溢れているというのはこのスタッフの皆さん全部そうですよね。もちろんそうです。この僕たちの投稿を、はい、あの聞いていらっしゃる、この目の前でいらっしゃるね、うん、カメラを操作している方とかですね、うん、ディレクターさんとかね、皆さんあの実際にわーってもう、あ、これはオタクだなって思うくらいですね受けてくださったりなんかしてね、本当にやりやすいですね、あったかいですよね。はい、はい、ぜひこの両方の番組を応援してください。よろしくお願いします。お願いします。てなわけでトピオの麦わらステーション、お相手はトピオこと私古川敏夫と高橋佳林でした。今回も最後まで見てくれてありがとう。